じゃあ経験人数。確かにそれぐらいか。経験人数。はい。異常に経験をしてます。ああ、やっぱり。それは30年でもちろん結婚して20年かな。長い。やっぱその10年ぐらいは結婚する前は、それはもうめくるめく。めくるめく。じゃあ結婚してから何ぐらい？ネット見ろ。おそらくフライデーに乗った回数はさんまさん抜いたんちゃうかな。もともとこの世界に入った理由がお金儲けをしたい、綺麗な女の人と付き合いたい、まあそこが目的で入ってきたから、まあでもそれを結婚してからするのは最低なことですよ。本当に分かってます。最高ってますけど、仕方ない。まあでも仕方ない。みんなが思ってるよりも死ぬほど奥さんに怒られてます。今度遊び行きましょう、僕たちと。熟女が次やったらもう終わりです。終わりは僕らがいる。何で言われたんですか？乗った時マンションの前で直撃されて、そのまま家に戻るわけやん。奥さんにちょっと話あんねんけど、たまたま奥さんすごい機嫌のいい時やった。今へチャンスかな。文春に乗りますって言うた瞬間にさ、お前何回目や。あれも全部投げられて、その時にバーン手になんか花瓶かなんかが当たって、ほとんど折れたんちゃうかなってバーンってなったら、私の心が痛いねん。それももちろんですよ。もちろん。でもやめられないですもんね。その後に言われて、もうそれしゃあないわ、出ていこうと思って俺が散った。これでキャリーバッグに荷物を詰めてたわけよ。ほんだもう廊下をブルブルとかしていって、奥さんが「え、何？」と思ったらキャリーバッグをバッカー開けられて、それでキャリーバッグがシャーン飛んでいって、出ていきにくくなるんですけど、で出ていってで、品川のホテル、そこから1週間の間にね、3日間の間で8回呼び戻されて、夜中に電話があって、今すぐ帰ってこいって言って、こう正座させられて、いろいろ言われて、もっともですっていう言葉を一生分言うて。うわぁ、やめろ。それから敬語なんですね、やっぱり。ずっと言って、あ、まあええわ、やっぱり嫌や、出ていけって言われて、失礼します。仕事行きながらバカしんどいよ。で全て私が悪いんです。本当にそれはもちろんそれを許してくれた寛大な奥さん。確かに。もう2、3回ぐらい言ってるかもしれない。もう無理や。